越し屋さん上名店街、今回はシューズショップエヴァンスさんに伺いました。こんにちは。こんにちは。お話を伺いますのは芳賀大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。5月になりまして、結構暑いですよね。そうですね。はい。はい、さあ、おすすめの靴伺います。はい、イタリア の, あのナポリのメーカー、チェルベロの、レザーシューズですね。はい。そうですか。はい。はい、イタリアの、南イタリアですよね。そうですね。ナポリ。はい。手作り。まあ、あの機械はもちろん使ってるんですけども、あの手作業が多い作りという意味でのハンドメイドですね。そうですか。はい。特徴としてはどんな感じなんでしょうか。そうですね、やっぱりイタリアらしくて、あのカラーバリエーションが豊富で、やっぱりあの立体的な造形だったり、あのすごく履いていただくと、あの良さを感じていただける靴かなと思います。あ、そうですか。はい、はい、あの靴といえばやっぱりイタリアだなという気がするんですが、はい、さあ、こういう、普段の靴以外に、はい、そうですね、あの今期進めたいのがプレミアータっていうイタリアブランドですね。あの、はい、あのこういう靴も作ってるんですね、はい、イタリアで。そうですね、あのメーカーとしてはあのすごくラフなカジュアルっていうよりは、ジャケットなんかを羽織ってあの大人っぽく合わせてほしいという要望で作っているような、ちょっとおしゃれなスニーカーです。プレミアータ。そうですね。はい。おしゃれなスニーカー。はい、外国の方はもうたくさん買っていかれるそうですね。そうですね、あの結構買っていただけてます。はい。そうですか。履き心地はいかがでしょうか。はい、あの履き心地はもともと当店での扱いスニーカーのみですけども、あの革靴を作っているメーカーなので、あのスポーツブランドと違って、やっぱり作りはしっかりしてます。あ、そうですか。はい。はい、おしゃれに、これはスーツを着て、スーツまで行くとあのかなりおしゃれになってしまうと思うんですけど、はい、あのジャケットにデニムとか、ジャケットにあのスラックスみたいなイメージで、いいですね、はい、あのおしゃれに合わせていただけるんじゃないかな。日曜日のお父さんっていう感じですね。そうですね、土曜日とか、あ、いいですね、金曜日の午後とかのイメージですね。はい、はい、そしてこちらに、そうですね、レディースも展開してます。あ、はい、よかった。そうですか。はい、はい、あの結構可愛い感じで。そうですね、もう少し色もあったんですけど、ちょっとなくなってしまったのもあって、ちょっとレディースは寂しくなっちゃったんですけども、はい、そんなに人気があるんですね。そうですね、はい、あのすごく好評いただいてます、はい、おしゃれで、そして履きやすい、そういうスニーカーも展開しておられるというお話を伺いました。芳賀大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。